皆さんこんにちは。いけばな命名100主催の村上モンドです。Hello everyone, my name is Mondo. I'm a Japanese Ikebana artist and instructor living in Kyoto. 今回のいけばな分解術いかがだったでしょうか。今回は社経森花自然本位の作品をご紹介しました。緑の生え盛る森の中でひっそりと咲く百合の様子を表現しています。社経森花では水盤上を陸地と水面に分け、陸地から水面に向けて風が吹き渡る様子を表現しています。夏の日差しの中で爽やかな風が渡っていく様子を感じていただけたでしょうか。それではまた次回をお楽しみに。花はそれぞれ、人もそれぞれ。 Love to live with flowers. Thank you for watching. ご視聴いただきましてありがとうございました。